これがいい。ピントがあるね、これなかなかできないから感動するんだよね。もうそう難しい。ああ、焦点があった。このまたね、落ち方が儚くていいんだよね。これ難しい。これね、落ちるんですよ。どうなってんの。でもなんかファミコンに引き継がれた感じかもしれない。どうなってんだこれ。慣れると思う。なんか鳥が張ってた。こんなブンブンブンっていうのは効果音。そう。だちゃんとこうなぜか壁打ってるのになんで落ちんのっていう。この光がこっち入ってここで当たりじゃあプロジェクションしてるのとは別で見てるの。そんなちっちゃいと当たんないでしょ。当たるわ。なんかね、ジオになるよ。あれうまい。そう、結構難しい。プラットフォーム今結構これ埋まりますね。これ結構楽しい。はい、これはいいですね。面白いですね。これはすごい。これは本当にすごい。これがだから、さっき実施されてね。さっき原理が分かっても、原理が分かってもよく分かんないんですよ。壁に映ってるものを打ってんのになんで落ちるのっていう。光のやつが壁に反射したのがここで捉えてっていうのがあるんですよ。なるほど。なんでそれ分かっててもなんでだろうっていう。多分光量の変化ね。デジタルだね。01じゃないですけど、残ったんですか。